やらねえぞ。お前らには絶対やらねえぞ。いらないよ。え、僕は貝とかお魚を食べるの。お芋はあんまり食べないんだ。シマリスはクルミが好き。クルミの方が美味しいもん。お前ら知らねえの。芋ってのは焼いて食べるとうんと甘くなるんだぜ。焼く、焼くって火で焼くのさ。火、お前ら火を知らないの。うん。火を見たことないの。うん。触ると熱いけど触ってもつかめない火だよ、火。触ってもつかめないけど触ると熱いもの。シマリスは分かってしまったのディース。へえ、シマリスくん分かったの。触ってもつかめないもの、それは、それは、それはおならなのディース。おならが熱いかよ。おならくそー。ねえアライグマくん、どこに行ったら火を見ることができるの。火というやつはな、そう簡単には落ちていないんだぜ。火って落ちてるの。じゃあ火って石のように道に転がってるのかな。よっ、空から降ってくるんだったかな。じゃあ火ってふわふわ浮いててポタポタ雨みたいに降ってくるのかな。よっ、本当は地面からドバーンって出てくるんだったかな。地面から火がドバーンって出てくるの。よっ、ドドガーンって出てくるんだったかな。ま、今のは冗談だが、そのぐらい火ってのはどこから現れるかわからないし見つからないのさ。ん、地面が盛り上がってるよ。火がドドガーンって出てくるんだ。人の話よ。聞け。ボノボノちゃん、どこにあるかわからない火を探すよりカエルを取りに行け。行こうよ。なに、カエルプリ。カエル取りならこのアライグマさんの大得意じゃんかよ。よし行こうぜ、全員整列。前へ進め。おいちに、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 おいちに。そうかい、君たち俺と一緒に遊びたくないってわけ。アライグマちゃん、池のある場所知ってるの。知らないの。おいちに、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 おい、あ、左向け、左、前へ進め。おいちに、おいちに、おいちに、あ、あ、ここよ、この池なのよ。ね、いるいる。うわ、いっぱいいるね。シマリスの言った通りでしょ。よし、捕まえるぞ。それ、うはははは、うはははは、はよー、ケロちゃん。待て待て、待て、キーク、キーク、いけいけ。待て待て、待て。カエルに遊ばれてんじゃねえよ。面白いわね。おい、シマリス、俺、カエル。え、もう帰っちゃうの。俺、カエル。これ、カエル。俺、カエル。だからよ、俺、カエル。わからねえやつらだぜ。お、天気が悪くなってきやがった。うわあ、お、おい、そっちは危ないぞ。高い木には雷が落ちやすいんだ。だから高い木の下は危ねえんだよ。アライグマちゃん、なんか言ったの。
かな。お、火だ。へえ。ボノボノ、あれが火だぞ。これが火。本当に空から火が降ってきたね。触ってもつかめなくて、触れば熱いものか。あ、火が落ちてる。あち、熱いの、触ると本当に熱いのよ。あち、本当につかめないや。な、俺の言った通りだろ。これが火だよ。あ、うわ、大変だ。火事になっちゃうぞ。火事？火が燃え広がって森が丸焼けになっちゃうんだよ。丸焼け？森がなくなっちまうんだよ。森が丸く焼けてなくなっちゃうの？ボノボノちゃん、シマリスは思うです。森がなくなったら遊ぶところも食べるものもなくなっちゃうんじゃないかと。いいか、さっそく火を消せ。消えた。ボノボノちゃん、アライグマちゃん。このお芋変なの、とっても甘くて美味しいのよ。あ、おお。さっきの火事で芋が焼けたんだ。これだ、これだよ。あ、これなんだ。ボノボノ、お前も食べてみろよ。芋だってうまいもんだろ。火ってすごいね。お芋を美味しくできるなんて。でも火って怖いね。うん、気をつけようね。